南西放送株式会社は沖縄県を放送対象地域とした放送事業系列フルネットの民間放送局を目指して1989年7月に設立された会社である。地元の有力企業10社、近州本社、沖縄県農協中央会、琉球バス、沖縄政党、白石に富士テレビなどが出資していた。現在、 日本国内のテレビ民間放送ネットワーク系列は、大都市型民放ネットワークであるテレビ、東京系列を除いて4系列存在する。当初、民放が2局しかなかった沖縄県では1990年代前半の単独もしくは2局同時開局を目指していたが、後に、テレビ朝日系列の琉球朝日放送と共に1995年秋の、 同時開局が有力視される状況となった。しかし、日本テレビの沖縄進出計画の凍結に伴って、計画が頓挫し、放送免許の申請も取り下げられたため、1999年には沖縄県の民放テレビ第四局用の周波数割り当ても取り消された。後に、南西放送株式会社は破産した。なお、計画が頓挫した原因は、 当時の既存二局系列の琉球放送 RBC、富士テレビ系列の沖縄テレビ放送オットー w 部の引き延ばし工作とも言われているが、本当の原因は日本テレビがバブル崩壊による不況で大型投資をする環境にないことや衛星放送に多額の資金が必要であることが主な理由とされている。なお、当初は独立局として開局した後に NNN、N N N NNS 各局から番組供給を受け、同系列に加盟するという案もあったようである。前日の通り、沖縄県を放送対象地域とする n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  s 系列局は存在しない。なお、2020年10月3日から施行された日テレ系ライブ配信で NNS 系列の一部番組を同時ネット局と同時間帯で視聴可能である。 ケーブルテレビ局では、那覇市に本社のある沖縄ケーブルネットワークが2019年8月1日より 111CH の OCN チャンネルをテレビに第2チャンネル名を変更し、鹿児島読売テレビの一部の特定番組に限り、辺戸岬に設置した受信店を経由して区域開催放送を行っている。具体的には日本テレビ、 読売テレビ制作番組のうち、帯番組を中心とした、生放送の報道番組、情報番組を、鹿児島読売テレビの自社制作制番組では、月木曜日のみ、雇用手ニュースエブリー、金曜日のみカゴピタを放送している。かつては、CS 日テレを開局から終了まで、再送信していた。 他のネットワークに属する権域企画局でもある程度は番組販売による遅れネットで NNS 系列の番組を放送しており、県内で視聴できる番組も少なくない。FNN、FNS 系列の東部では NNS 系列の番組を多く放送しており、同局は24時間テレビ、愛は地球を救うや全国高等学校サッカー選手権大会のほか、 全国高等学校クイズ選手権といった NNN、NNS 系列局が共催、または主催するイベントにも参加している。かつてはいつ見ても、波乱万丈など、ネットワークセールスで全編同時ネットも行っていたこともあり、ご存知ですかの放送終了を最後に、全編同時ネット番組は姿を消した。こうした経緯からかどうかは不明だが、 南西放送の法人設立時には FNN、FNS 系列のキー局であるフジテレビも株主として名を連ねていた。さらに一部の番組は JNN 系列の RBC でも放送。かつては木曜スペシャルを同時ネットしたこともあった。現在は毎年春頃に実施されるに、ケツの沖縄収録の制作を担当している。以下、 過去及び2000年代以降の状況について、地域別に記述する。なお、ここでは主に地上テレビ放送のみについて記述している。南西放送などが計画された当時、先島諸島での民間放送開始のために、通信ケーブルを付設する予定であったが、第4波が取り消しになったために資金が調達できなくなり、同地域は、既存2局のみ放送を開始した。地上波における、 NNS 系列の番組は沖縄本島と同様に JNN 系列の RBC と FNN、FNS 系列の東部で視聴できるほか地元ケーブルテレビ局の自差配信を通じて視聴できる。宮古テレビでは CS 日テレを2000年9月のサービス終了まで送信していた。大東諸島ではアナログ放送時代は沖縄県域の放送ではなく キー局の放送を小笠原諸島向けに再送信する通信衛星の電波を受信して島内へ再送信していたが沖縄県に日本テレビ系列局が存在しないことから同局の放送は再送信されず視聴できなかった詳細は大東諸島テレビ放送及び小笠原諸島放送を参照地上デジタル放送については難視聴対策の一環として 沖縄本島から海底光ケーブルが設置され2011年7月22日から運用を開始した。これにより県域各局で放送される NNNNS 各局制作の番組も視聴できるようになった。NNN ニュースにおける沖縄県内での取材は日本テレビ那覇市局が担当している。ありがとうございます。